阪神、変わったなーず。ちょっと3連敗でいいですか負け。はい、お疲れ。何でもかんでも右打ちするからこうなる。引っ張れる球は引っ張れや。まあええわ、去年も阪神広島 OP 戦はかんかったけど公式戦では勝ちまくりやからな。名将達並みに初勝利をプレゼント。調子悪いの阪神だけちゃうか。小野寺が稼いだ D ポイント消失するぞ。小野寺はミート地から上がったことで狙ってないボールを前に飛ばしてしまうのが課題やな。タイミング合わなきゃ空振りでええのに。細胞小野寺に期待してやろな。小野寺はライバルの打席を潰す作戦やろ。知らんけど貧だすぎる。オープン戦とはいえひどいわ。そろそろどんでん余裕なくなってきてるやろ。あのスイングでレギュラーはそりゃ無理だろ。野口って本当打たせてくれないよね。四球と。負けただけじゃなくて内容も悪かったわ。ノイジーのゲッツーも死ぬほど見たから小野寺のゲッツーでも別にイライラせんわ。小野寺がゲッツーでもまだねべりょに腹立つわ。オープン戦の勝敗は関係ないと言っても内容もいまいちやし不安になるな。これでなべり落ちなかったら笑うわ。オープン戦とはいえ3連敗は気分良くないな。なんか魔法が解けたみたいな感じやね。野口はラストチャンスだったの理解してないのかな。ご視聴ありがとうございました。